どうもトニーです。今日は、子供と一緒に釣りをしようで、野池に来てます。ちょっと木が茂ってて、ルアーを投げたりするのが難しそうなので餌釣りをします。餌で小魚を釣ると。で、餌は今日はこれ市販されてる、もう死んじゃってる芋虫ですけれども、これで釣りをしたいと思います。餌あれる、これ、うん、つけれる。さあ持っていただき、何も持ってあげようか。持てるね。いける？うん、勇気を出して。うい。いいね。その袋、そうだね。そっち置いといていいよ。はい、じゃあ針ここです。ゆっくりでいいよ。さあ頭のところらへんから、うん、そこらへんからプス、うん、手気をつけてよ、手刺さないように。うん、ここをまた刺しちゃったら痛い。あ、もうちょいこのボディーらへんからでいいよ。このここらへんからちょんと引っ掛けるだけでいいよ。そう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 。で、気をつけてやって。そうそうそう、あるよ。オッケー。落ちちゃいそう。うん。オッケー。パパがとっつけてあげる。よく頑張ったね。ちょっと持ってて。じゃあ手元を映せる、パパの。さっきここちょんと引っ掛けたじゃん。うん。ちょんと引っ掛けかけたら見える？かけたら、まあここちょっと木とかの木が沈んだりしてるから、なるべく針をちょんと出しといてあげて、こんな感じにすればいいと思います。ブーメランみたい。ちょっと待ってね。ブーメラン、あ、ブーメラン、うん、ブーメランの形。はい、手拭く？大丈夫。手拭いときね。よいしょ。オッケー、じゃあ、よっ、いっしょっと。あ、それ、その、バケツの上にポンと置いていっていいよ。風に飛ばされないから大丈夫だよ。よいしょ。はい、どうぞ。ここの手引っかかっちゃって。よいしょ。で、そうだね、その、そうだね。よいしょ。うん、上手。あ、もう食べようとしてるよ。あ、で、浮きが、ほら、開けてみ。ほら、釣れた。早い。早い。いいね。ちょっとちっちゃいかな。ちょっとちっちゃいけど十分。見て。何秒で釣れた、今。秒で釣れたよ。すごいね。OK。3秒ぐらい。3秒ぐらいで釣れたね。で、今みたいに浮きがぷく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 ってなって、ふって上げてあげると、すぐ釣れちゃいます。ね、あ、まだお魚いるよ、他にもいっぱい。さっき2匹いた。さっき2匹いた？オッケー。来てたけど、あの、うん、ちっちゃいやつが前に来て、うんうん、来てた。きっとあそこら辺がお家なんだろうね、いっぱいいる。オッケー、じゃあかわいそうだから下ろしてあげよう。またいいよ。よいしょ。お、食べた。引っ張ってる。あ、吐き出した。あ、ついてるよ。惜しい。よいしょ。もう一回入れて。来た。食べてる。あ、吐き出した。うん。おー、
ちょっとよいしょ反動つけて釣れるよまだ。それでもどうした、何したい、もうちょっと奥にあるから、もうちょい向こう向こう向こう、お、そう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 、上手だ、めっちゃ来てる、はい、上げてみ、よいしょ、そう、立ててみ、あ、そう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 、餌取られちゃったね、じゃあもう一個つけてみよう、黒ごの餌だけ見てんだ、でもゆず上手な、手離していいよ、手離していい、上手になったね、あれだな、あのじゃあ次のやり方を教えてあげよう、今さ反動つけてプイってやってたじゃん、ちょっと難しいんだけど練習が必要だと思うんだけど、つけるじゃん、ただここをあと投げるんじゃなくて、あ、じゃあパパが一回見せてあげよう、見ててね、これを右手で引っ掛けとくの、でこのガイドを上げる、で上に引っかからないように気をつけながらヒュッってやると遠くまで行く、したらガイドを戻して、したらたぷく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 ってしてきたら、あ、取られちゃった、取られちゃったけど、まあまあこんな感じでやります、はい、そう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 、でガイドを上げる、で今ちょっとパパ釣れちゃうからちょっと待ってね、で餌が取られちゃうときこの頭の、この頭の硬いところをちょっと通してあげると、パクって取られにくくなる、あとはうまく針もくくしちゃう、 OK、 やってみよう、で押さえてガイドをやって、で手離す、おーし上げてみ、ガイドを戻して、ガイドを戻、あ、戻してるね、上げてこの子釣るとうん、ちょっと待ってメスのまま、じゃあパパが取ってあげる、よいしょ、It's gross. で、もうちょっと巻いて、リールを巻いて、あ、手離していいよ、それ。手離して、手離して、そう。で、くるくるってちょっと巻いて、うん。で、もう一回さっきみたいに、押さえて、上げて、上から、反動をつけてこの木危ないな、ゆずゆずそうやってね投げるんじゃなくて、もう一回見ててね、パパの投げるじゃん、上げたらこうやって上に竿を立てるとクイって近づいてくるじゃん、そしたらフイってやって手を離してあげる、こうやって釣れると、また大きいやつ、そこそこ大きいね、リリン、そう、あ、今度餌ついてる、ちょっと持ってて、よいしょ、じゃーん、おっ、ちょっと、ちょっと、よいしょ。あばばばば。よしよし、だだだだだ、落ち着いて落ち着いて。ちょっとだけ。残ってる。よいしょ。ね、よっと。じゃあね。すごいいっぱいいる。
そう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 。でも今みたいに反動ついてたよ。遅いぐらいでいいよ。お、上手。いいね。で、ちょっと糸たるみを取って、ほら、ひびってる。ほら、引いてる、開けて。欲しいね。今分かったでしょ、浮きがスッて入ってってんの。餌取られちゃったのにつけよう。はい、ちょっと巻かないでね。よっと。魚さん待ってますよ。ここにもくれ、こっちにもくれ。よいしょ。そうだね、あっちの方がいっぱいいるね。引っかかってもパパが取ってあげるから恐れずに向こうの方に。いるね。ね、頑張れ。やって、ハンドつけて。投げるんじゃないからね、ゆず。ハンドをつける。ゆず、ついてからかちゃんって大丈夫だよ。そしてね、見ててね、ゆず。これはずっと倒したままでいいの。投げ終わっても見ててね。で、はい、で、ちょっとあんま取れてる。じゃじゃらん。はい、じゃあ取ってあげよう。これのブルーマル。ん？そうだね、これも今お家。ごめん。逃げてった。頑張って、落ち着いてね。ゆずならできるよ。ガイド上げてないよ。さあさあさあ。で、ふー入って離す。ふー入ってて離す。ふー入って離す。はい、そう。ええやん。今まででベストショット。はい、巻いて巻いて巻いて。ほら引いてるよ。引いてる。巻いて巻いて巻いて。ゆっくりね。はい、引いて。あ、惜しいね。食べてる。サングラスしてみ。多分お魚見えると思うよ。お魚いる。いるっしょ。あ、2匹見つけた。うん、2匹どころじゃない。ブルギルじゃなかった。もうちょっとブルギルはね、ここがね、丸いの、なんつうの、ま。いいね。釣れたね。もっと大きいのがいいな。ふんふんふん。うん。大きいのがブルルルってなってた。ほんと？やって。オッケー。いいよ。さっきの、そっちの。それもさっきみたいに浮き使っちゃっていいよ。ピョン。そうそうそう。てるよ。餌ついてないかも。あげてみ。ついてるね。もうちょいこっち貸して。もうちょい低くしよう。浮きの位置を。よいしょ。考えていいかな。はい。食べてる。いいね、おっきい。やったじゃん。一番おっきいんじゃない今までで、うん、ね、重い。重い。うち向いて。折れないと思うけど。いいじゃん。釣れました。オッケー、じゃあ。でかいね。ね。ね。しかもちゃんと上手に口にかかってる。いいね。タイミングバッチリだったってことだ。
じゃあ最後に大きいのも釣れたし帰る？向いて。どうでした今日は？楽しかった？楽しかった。楽しかった。餌だと結構あれだね、パクパク食べるね。ね、ここ今さ来てからルアー使ってたけどさ、なかなか釣れなくて、餌だったら一発だったね。ね、 OK、 じゃあしまいにしましょう。またね、バイバイして、バイバイ。バイバイ。